マックスファクトリー、プラマックスシリーズ、ギルティープリンセス、メイドロイド、ミャオです。こちらのモデルは、ここの横にある写真、これまず一つこういったモデルが作れるんですけども、こういったメーカーで組み立て塗装したあの完成写真がこちらにありまして、あとこういうような組み合わせもできるようになっております。そして、こちらの方で、こう可動モデルになっておりますので、こういうふうに関節をいろいろ動かしてアクションポーズを取らせたりとか、あとこれから発売になりますあの別売りの商品と組み合わせることによってさらなる展開ができるようになっています。で、中のプラパーツはこのようになっております。かなり色分けがされた細かい、プラパーツになっておりますけれども、こういったあの手の、手首のパーツやこの腰の部品、あと、こちらがあのプリント済みの、フェイスパーツが3種類、あとこういうリボンの部品です。あとこちらが、プリントなし の, あのフェイスパーツになりますので、これはあの付属のデカールで、お好みの表情を作ってみてください。でこちらが、専用のディスプレイスタンドで、支柱の部分とあのベースの部分になります。でこういった白い部品があの足やお腹のところの白い部品とかで、あのこの黒い部品が髪の毛やスカートの部分などになってます。でこちらも、こういうスカートの部品やあの髪の毛の部品などが入っています。こちらに靴とか、あとこうジョイントの部品です。でこういったあのスカートの部分やこうちょこちょこ金色の部品が入っているんですけど、そういったところのものや、あとこういったあの肌の部分のプラパーツになります。あとこれがあの武器の方の、この部品になってます。こういうジョイントの部品やあの髪の毛や尻尾の部品が入っています。この辺もスカートとか、あとこういう関節の部分の部品です。あとこれも素肌の部分 の, あの肌色の部品になります。でこちらが、武器の、部品になります。そしてこちらが付属のデカールになってますので、この、目のシールや他の部分に貼れるようなデカールが入ってます。部品は以上になります。でこちらが組み立て説明書になります。で、まず開いていきますと、このモデルの解説とか、こういった付属の部品を作るとこのような状態になる。あとはあのこう髪の毛 の, あのこのデザインが3種類選択ができ、さまざまなこうポージングが取れるようになってます。でこちらの方があの部品リストになっています。でこちらが組み立ての前の注意で、部品の探し方や切り方、あと接着した方がいい場合の部品のこのマークとか、あとデカールの貼り方が書いてあります。でデカールはこのような風にあのガイドがついてますので、こちらを参考にしてください。で、こちらから組み立てになりますけども、このちょうどカラーになってるあの説明書になってますけれども、こういった色のついている部品がそのままプラモの色と同じになってますので、こう乗らなくてもこういうふうに表現できるようになっています。でまず顔の組み立てで、あのお好きなフェイスパーツから選んでいただきまして、で髪の毛とかあのこういった部品ですね、あのカチューシャとか猫耳とかをつけていきます。で次にあの胸部の組み立てになります。でその次に、腹部の組み立てです。
こちらの、パーツをつけて、胴体の完成になります。で次に右腕を作っていきます。でその次に左腕を作っていきます。でこちらが、右足の組み立てになります。でこちらが左足の組み立てになります。で次に、スカートの部品になります。そしてこういったジョイントをつけていき、猫の尻尾をつけていき、でこちらで完成します。で次に、武器の組み立てになります。そしてこういうふうに接続していただきまして、今まで作りました頭、腕、胴体、足、スカートで武器を武器を持たせる手首のパーツで使って、つけることで完成します。でこちらの方が、専用スタンドになっておりますので、これを組み立てて背中のジョイントで、飾ることができます。で武器の方はこう組み替えで、こういうランス状態にしたりとか、あと登場モードっていうこういう魔法のほうきみたいな状態の形になりまして、でこうまたがせて、このベースをこのほうきみたいな部品の方に取り付けてこのように飾ることもできますので、こういったいろいろな遊びも楽しめます。これで以上です。